爆殺犯いるのかな。いや、なんかどん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 なんか宇宙忍者って設定を生かしにいってるんだよ。だからもう死にそうなのよ。パンダのネタ技あったよね、確か。おなら転がる技、スキップのやつ。チキン。あ、そうか、技技忘れてた。どこ向いてんのよ。パンダのデア発出少年にかけて向いてたわそんな話しかねえのかよ本当にと思ったらそうでもなかった。その前はちゃんとした話してる。ワコです。友人と対戦でどちらが早く切腹で自害できるか競いましたわ。あー、でもなんかさ、体力減らす技っていろいろあったよね。ワープするやつ、なんか座禅組むのやつ、あれ体力減るんだっけ。なんかグイングインするやつ、ぐるぐる回るんだっけ。てか鉄拳3楽しすぎなのよ。出来良すぎなのよ。なんだこの出来良さ。忘れてる技がある。あらあらあら、もう動かせなくなっちゃった。これボスコのビッチでやったらもうほんとマジクリアできねえ。当たんねえ手出しすぎ。これ時間があるか。一定死ぬ。おお、避けんのか。もう無理だろ、そんなん避けられたら。なぜか死んでるし。マジか。少年の逆立ち開脚を制服で見ようと思ったらクリアしないといけないという謎の難易度。それ衣装のことじゃない、コスチューム系じゃない。鉄拳ボールってもないんだっけ。タイマー、いや今日いっぱい用意したからやるか、せめて鉄拳だけで終わらせられそうな気するわ。鉄拳ワンツースリーで8時までいける気するけど。ボーリング、鉄拳ボール銀ばかり使ってました。あー、ボーリングのやつもあったっけ。そう、コスで勝ちポーズ封印されてる。勝ちポーズが封印されてんだ。はあ。長いんだけどこれはさすがに長すぎる。これはちょっとでもクリアした時だけ見られる。へえ。あら、止まっちゃったかな。あら、調子悪いね。さすがちょっともう厚型プレステ2は無理。そろそろちょっと久々に分解してなんかメンテする必要あるかもな。鉄拳1もちょっと調子悪かったし。よし、プレステ1はでも格ゲーとかばっかしかやってなかったな。ハードでしょ。かた PS2 のデザインが一番好きだわ。熱いやつね。やっぱなんかワクワク感はあったよな。なんかもうブルーレイじゃねえ、 DVD が見れるってね。どれぐらい使ってるんですか、厚型。厚型発売して初期型じゃないけど、 SCPS5000 だか5万だか、厚型の一番最後の機種だけど、だけどもうずっと使ってるね。俺でもそんなにハードには使ってないからな。そんなにやってないからね。生主始めてからじゃない。スロット台の中に PS2 入れて 3D 出力してる台もあったな。 3D 出力。本体の箱見てワクワクしたのは初期 PS2 までかな。ほう、あの青い箱ね。ちょっと待って、忘れてる忘れてる。これか、これが浮かせか。あった。あー、ダメだ。いや、やること増えたこれマジで何だったんだよ、ワンの頃のよ。これ息子だっけ。ローはやれ、同一人物忘れちゃった。動きの鋭さが違うな。ていうかやっぱりこう説得力っていうか生っぽい。ねえ、プレステ2を買ったらあんなことやこんなことまでみたいなさ、そういう。だからなんかすごいこれ持ってていいじゃんっていうハードだったよね。PS2 はスクプハ -5000 のやつは好きでした。
SCBH5000。 あ、そう、何が違うんだろう。いやー、まあ技術の進化じゃない、単にもともとなんかそんなぎっちりじゃないしっていうか、なんかガクガクしないの。ふぅ、ケーブルがまず少ないですよね。ケーブルはまあずっと少ない。プレステ1の初期がめっちゃ多い。うーん。いや、あのね、DVD プレイヤーね、もうちょい高かったような気がする。で、DVD プレイヤーとして見ても、そんな、なんか他より安いじゃんみたいな。そう、だからすごくいい、ちょうどよかったよ。いや、あー、ワンチップ化とかじゃないの。3つのチップをワンチップ化できたとか、あと熱が出なくなったとか。プレステ1はチップ使わないで再現するようになったの。 PS2 はほんとタイミング良かったね。あれはほんとタイミングだったね。マトリックス DVD と最高のタイミングだった。早送り巻き戻しはコントローラーでは不便だった。あー、いや、そうかな。 LR とかでうまくやってたような気がするけど。どう言ってんだっけこれ。わかった、こうだ。あー、違った、これじゃねえ。それ、あ、これか、これか、これか。さい、間違った。ふぅ、あら、あ、違った。あれ、違った。いやー、色っぽくなったなー、ほんと。1から2は、いや、ごめん、1から3。LD と DVD が見れるハードがパナから出てて買おうとしてた記憶が。スペックマイナス5000は本体価格を安くして対応できる DVD メディアが増えて、アイリンク端子をなくしたタイプでした。アイリンクって懐かしい。本体価格を安くしたんだ。で、 DVD メディアが、メディアが増えて。 DVD メディアって何？対応できる DVD メディア、ビデオ CD 的なこと。DVD ってそんなになんかいろいろあったんだ。うえ、いって、うわ、 DVDR に焼いたドブドとかかな。あ、あーはーはーはー、リアル役にする機能か。うそ、アイリンクってテレビとの、ソニーのテレビとのリンクとか DVD、 違う、なんか V、え、なんかテレビとのあれだっけ、連動だっけ。リア、何がリア充なのえ、何と勘違いしてる。危ない、後ろ投げ、交換パンチ、こい、危ない。おい、本体同室なぐ機能じゃなかったっけ。何するために。使わない機能、それは違うやつじゃね。あれ、違ったっけ。本体とその、前から DVD のプログで対応したんだよね、確か。へえ、何にそんな重要なの。焼いた DVD とかのこと。違う、違う、ワンダーエッグかな。はあ、危なっ。ほいー、危っ。あれ、結構。僕が質だからか、今見ても3の小竜かわいいな。5000じゃなくて、5万でした。あ、やっぱり万なのね。5000は多分プレステ1だと思う。リンクは主に通信の。プレステ2になってから万になったの。DVD ライターで焼いたものですね。アイリンクは主に通信、通信、通信。そう、何に使うんだろう。倒せなかった。よーし、やばい、楽しい。グランツーリスモデさん、はデジカメ、 PC カードスロットもデジカメ、ハードディスクスロットになった。あー、 PC カードスロットってあったな。あった、なんかネットだっけ。キャップの天然の話とちゃうな。だ、それは PS1 の話だと思うよ、妖精さんが言ってんのは。
リッジレーサーレボリューションとかを2台のプレステでやるやつでしょ。 PC カードスロットは3万から省かれてる。あ、ほんと？アイリンク端子ってソニー製品によくついてたね。なんか多分そういうやつでしょ。だから他の機器とのつながるやつでしょ。 PC カードスロットはまあ主にネットにとか、てかプレス PS3 もそうだったじゃん。プレステ3もなんかさ、いろんなもんが最初ついてたよ。なんでガード間に合わないんだーって。間に合え、次行こうか。もう鉄拳はいいわ。鉄拳は2もやりたかったけど、まあ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 。なんか画面白いな。原因が高い。 PS3 は PS2 互換機能省略が一番大きな変更じゃないですかね。まああれはちょっと違うからね。あれは仕様変更というよりは、もともとやろうとしてたことがあって、それが実現できねえから仕方なく無理やり乗っけたんだよね、プレステ2をね。言ったらプレステ2チップを乗せてエミュでやる予定だったんだけど、それができなくて乗せたんだよね。コストが高くなるけど最初の公約だしみたいな。で、その後、プレステ2のソフト動くように頑張りますって言って、本体つないで2画面で使えるゲームができなくなるって説明聞いたんだけどな。本体つないで2画面で使えるゲームができなくなる。いや、そんなんじゃないんじゃない？店員が完璧だと思うのよ。ウィキペディアが本当だと思うのよ。今から調べてみな。アマコアのミサイルカーニバルで処理落ちさせる動画あったよね。何それ。グランツーリスモ3を PS2 を3台つなげて同期させてテレビ3台プレイを言うのを話で聞いたことあります。わら。ただ、ソフトも3つ必要なんだよね、あれね。確か。初期 PS3 は2と3が本体の中に一緒に入ってるようなもんだっけか。まあ1も入ってるけどな。そう、まあそういうことだよね。で、本当はそれを PS2 ならアーケードにて4人対戦ライブモニターできたぞ。へぇー、あ、本当？すごいね。それどういうこと？それアイリンクケーブルで。ハードも3つ、ソフトも3つ、そうそうそう。ジューンエロすぎはコツ。ジューン？どれ、これ？ゲームボーイの通信ケーブルは大流行した。うそーん。お若い方ならようだね。ポケモン世代だね、完全に。うちらは持ってても何に使っていいか分かんなかった。 F1 レース4人でやったりとか、あとはテトリス。テトリスやってた。テトリスぐらいじゃん。あと麻雀やって、麻雀もう全然使いようがなかったね、持ってたけど。もうその後でしょ、その後流行ったのは。だから全然俺たちより5歳以上若いわ。5歳10歳若いわ。いや、だって俺セガサターンでやったよ、それ。ガングリフォン2と本体を2つずつ集めてとか揃えて、本体同士をケーブルでつないでライブカメラやってたよ。ヨッシーのクッキー、嘘。はぁ、和骨です。公約していたプレステ10夢クリアしました。面白かったです。だってね、ちょガンム、あーマジで。あれリュウクさんだったのか。やっぱなんか俺が放送でやったらリュウクさんが今日やってたよって話で、ウィーってマジでって、すげえタイミングだな、こんなゲーム。まタイミングよくやるもんかねっつって、ルガードから。やっぱ60フレームが安定して出せないね。30フレームもろくに安定しないような格ゲーはダメだな。投げは蹴りだもん、蹴りだもん。これスタグラ面白いよね。そういやスクエミスタグラは2だけだな。1はちょっとやっぱり出来が悪い。ソウルキャリバーだな。ソウルエッジだわ。このゲームのエロ技の多さは異常。知らんねえよ、詳しすぎるな。もう専門家じゃねえか。スタグラはなんかいまいち流行らなかったイメージあるな。だってつまんないもん。何が面白いかちょっと教えてほしいわ。面白かったら流行ってるわ。2は面白かったけど流行んなかった。なんでかっていうと、すげえ出荷数少なかった。ジャス学の方がいいって。いや、ジャス学の方がいいんじゃん。ジャス学もそうだし、あとはなんだ、アリカが作ったあれとか。違う、2、圧倒的にゲーセン版の2だ。ドリキャスの2じゃないよ。ゲーセンの2が面白かった。何が面白いのかまずちょっと教えてほしいわ。
楽しみ方教えてほしいよ。2もパッとしなかったスタグラ。2はね、ゲーセン版は良かった。家庭用はパッとしなかった。なんだこれ、やっぱドリキャスの悪いとこ出たなって感じ。機械音もいまいち流行らなかった。あれはつまんねえもんだって。この時代は異常に 3D 格ゲーが出てた時代だしな。まあ抜いてた。妖精さんは大体その話しかなんないよ。当たり判定がなんか雑だな。俺的最高はサイキックソース2012だからなんとも言えない。はあ、だからいや、あのね、楽しいっていう人がいる限り何かしらそれを理解できてない俺がいるってことだと思うんだよね。その面白いって言ってるのが嘘じゃなければね。ああ、私まず見た目から入る思考性です。ちょ、お前はもう聞いてねえよ。ソニックの相方のテイルズで抜いたりする人はもういいよと思って卒業だよ、人間を。獣とかそういうレベルの話じゃないじゃん。聞いてねえよ、笑わ。思考性って初めて聞いたわ。思考性ってなんだ。え、なんだっけ、なんかいい言葉が前がいい言葉聞いたんだよな。思考り、思考違う、もっといいかっこいい言葉だって。思考り、なんだっけ、忘れちゃったな。すげえ耳障りのいい言葉だったんだよ。サイキックフォース2012のドリキャス版が不合対応だったのが残念だった。特定での事故は結構つく気がする。ワコスです。シコリティ、あ、シコリティ、あ、シコリティだったっけ。シコリティ何の時使う言葉だったんだっけ、わかんないけど。めちゃシコじゃないのか。めちゃシコじゃないよ、シコリティだ。最近メシカで再起できるよね。できるね。サイキックフォースは Windows 版でやってたの。なんで、何その当て目みたいな技。まあ騙されないよ、神岡龍太郎には。よし、アタック、俺もできんのかそれ。しかもなんか赤い、やれや。腹痛くて涙出てきた、わら。なんで、何があった、笑いすぎ。それな、エフェクト頑張ってるゲームですね。なんか結構綺麗だよね。でもこれ当たり判定が雑すぎるな。ちょっと横振りなのに横にいて当たんないって何なの。これが面白いのかな、もしかして。これ、あー、失敗した。このゲームが面白いって言ってた人はこれかな。なんでできねえんだよ。会話見てて払いたいから、病院行けよと思った。ファイナルファンタジーキャラがゲストで出てきた格闘なんだっけ。あーって、エアガイツ。エアガイツじゃないよ、エアガイツ。エアガイツ。これがエロいってどういうことだよ。これってなんか、不思議時空に行けるやつだっけ。あれやりたい。まあつまんなくないけど、ちょっとドリファクはちょっと複雑だよ。シフトキーシステムがちょっと日本人に合わない。格ゲーというよりはダンジョン RPG、 アクション RPG だね。ヨーヨーヨーコだっけか。そうそうそう、ボ、騎士母人ヨーコ。ガードがボタンなのがちょっと良くないな。サイキックフォースにはパトリシアという熊井もとこさんが女性キャラをやってる貴重なゲーム。熊井もとこといえばやっと安心宇宙旅行。なんか手応えいいな、このゲーム。音がいいの。お母さん誰だよ、リムルルかナコルルか。何して、何してんのお前、何して。パトリシアちゃうな、わら。そうだね、ナルトのあの声優さんみたいな感じだよ。急に見なくなったよな、熊山と思って。なんでや、ときメモでも少女駅やってるやろ。誰、まさか鏡ミラ。誰だ、初代ときメモじゃねえのか。誰、熊山と子、はい、朝日奈、まさか。ときメモ2のホムラ。なんだよ、2かよ、お前ら。何を、ときメモ2をときメモって言うんじゃねえよ、お前。それは許されん。絶対許されんぞ。ストリートファイターって言ったら1のことだ。2のことじゃないだろ。何やってんだ。思い出せない。2やってねえわ。なんかリーチ短すぎじゃないお前。もっとあるだろ、武器。この裏剣。ははは。でもなんかちゃんと環境マッピングじゃないけど、よくできてるわ。映像、60フレーム出さなかっただけのことあるわ。ディスクマイスすごいもんね。
いい CD どこが、え、どこ、どこ見てんの、すいません、俺が見てるところと違うんだけど。ハマった、やり込んだのは一番、あ、え、やり込んだのは1か。武器の残像とか、最近2012のパティがよ、お母さん。パティ？何が？お母さんって。パティってど誰だろう。サイキックフォースは1しかわかんねえな。時メモには5枚だけ。あ、ほんとだ、ケツ。ケツすごいな、この、この技の時見えるわ。は、見えねえ。裏剣した時に、ケツす、ケツすごい見えねえ。うん。この、この陰影。あ、ば、ガードじゃんか、これ。母さん。お母さんっていう人、デカスリードにいたの。これ。おなんか当たり判定が雑すぎて腹立ってくるな。へぇ、ちょっと自信、俺だけか。あリーチなさすぎだろこれ。もう一回やろう。このキャラ多分何かあるはずだ。てか俺技分かってなさすぎだよ。ジューン、説明してみよう。あの帯までついてるし。プラネットマンに近いよね。プラネットマンってなんだっけ、筋肉マン。ぶっちょずらだな。プラズマコンボ、あー、どういうこと。 AAX からの A か B。 プレステでサターン、 X じゃない、 K だった。プレステサターン、確かに筋肉マン、 KKK だって。そのまま、あ、いや、これコマンド。コマンドじゃないね。コントローラーセッティングだな。とかコンフィグってこうコマンド出すあれじゃないよ。失礼しました。コマンドはコマンドだけど、コンフィグはコンフィグだと思う。波動拳 AA だって。 A ってなんだよ。うわー、もうちょっと必殺技出そうとした途端こいつなんか本気出してきやがったんだけど、後ろ向くなーって、なんで落ちてんだー、どうなってんだー。ろくな技がなかった気がする。しかしすごい格好だな。ケツむき出しだもんな。あー、でも 下上のサマーソードがあるよなんか。いや、後ろバックダッシュしようと思ったらまっすぐダッシュしてた。で飛んでた、蹴りをしたら飛んでた。プレステ1？ プレステ1。あ、溜めなくていいんだ。プレステ1やってんのはプレステ2だけど、本体はプレステ2だから、やってるゲームはプレステ1。そんな長いのかよ。スターグラディエーターか。そう、やれや、やれや、これ、これ。それにしても人間とは思えない外に、相手は人間じゃない。なのあったような、うん、ある。プラズマコンボだね。こうこうこう、あったあったあった、これだ。こうこうこうからの、あが、技たまった、技たまった、運がたまった。相手うつ伏せ状態、足側、どういうこと。竜巻キーキー、滑り落ちるのね、わら、落ちる落ちる、疲れもなし。こう、あ、あるじゃん、なんか技。あ、落ちんなよお前、なんだよ、勝手に落ちやがって。リング際って前ダッシュ連打で相手落ちていかなかったっけ。なんかまあいろいろありそうな、ゲームこういうゲームにありそう。このまでやったらエロ技になるんだ。え、この手のゲーム最後、まあ、コンボ最後までやったらエロ技になる。へえ、ダッドリ来た。よし、じゃあ竜巻か。ああ、したため、したためなくていいけど難しい。ダットリーの元ネタか。だ、かなりダットリーだよね、これ。このダットリーゲーセンで猛威振るってたな。あ、そう、ゲーセンで猛威振るった。説明書をした。
ゲーセンで猛威を振るってないよこのゲーム。あー後ろからヒットしてもこんなことになっちゃうんだったらもうやだ。エロいというかソウルエッジのソフィーティアもなかなか。あそう、くさぐらって見た目 3D だけど 2D 風のコマンド入力で話題になったんだっけ。いやそれはないかな。話題になった試しがないこのゲームは。期待されてたけどカプコンだし、カプコンだし期待はされてたけど誰も語ることはなかったの。わらてかみんな敵落ちすぎじゃね。当時は新作だったら初期はとりあえずキャッついてたからな。まあさあその初日とかだけだったの。俺うちの方ってか池袋とかうちの方は何にもスタグラ2は俺しかやってなかった。俺がやってた。あとなんだっけあれいつも忘れる、アリカのさなんか銃撃ちまくる女がいる。ボーナスステージが巨大なサメだったりする。数週間は逆だよ、わら。数週間はないわ。2日がいいとこだ。延長しました。池袋はもう1日で終わりだったわ。みんなとりあえず他の人のプレイ見てやらずにもういいわっていう、これじゃないわっていう。まあ礼儀だから1回はやるけどな。こいつずるくね。いいぜ。どうしろってんだよ。あいえ嘘でしょ。嘘だろー。これは F の笛みたいな動きだ。 AABAABKK AABKK はぁ、このキャラじゃねえな。でもどのキャラでもねえんだよ。だからこれどのキャラでもねえゲームなんだよ。とりあえず技表を見よう。いた。てかガードがボタンなのがもうダメだ。安学持ってこい。わら。安学ちょっとやろうか。新キャラに語るべき魅力がない。そうな。投げキャラこれ。波動拳キック。ガード不能。でもジャンプはできるよ。当たらん。あーいいね。あじゃあ EX 通、一人と入った EX 通じゃないよ。なんか F これなんかね、映像的には非常にいいと思うんだよ。映像は綺麗。それはね60フレーム出してねえし、映像は稼げるけど、だけど勝負に出なかっただけな気がする。タイトル間違えた。ははん。ああそうそう、ストリートファイター EX よく動くロゴですね。そうだな。すごいすごい、光源処理とかよくできてるよこれ。あー分かんねえな、画面暗くなっちゃうから。おーなんだどうした。靴の対応が的確すぎる。そうまあしょうがない。イエーイ、どうなってんの。うふうブロッキングされて、すごいすごい。一瞬の油断がこの結果だ。日本語喋るやついたんだ。後ろの雲も動いてるね。いやだから映像はよくできてるんだよね。うわーうわー、キラーインスティンクトみたいなの来たよ。これ続きからやってっからいけないのか。これかっこいい声しやがって。な靴がしたい蹴りがひでー。ねえの順の親父。あれこれ技、これガードされたらおしまいなの。技じゃないじゃんこれ。なんだよ B ってどれで。 B ってなんでさ、プレステのゲームなのにさ、K とか B とか A とか書くわけ、ボタンを。あかんやろ。そこは三角とかを書くやろ。わら。なんかすげえ。すごい当たり方してくる。おおこの恐竜、股間に噛みつく技があってな。赤はわかるな。どうやって WKK。投げ技があるってこと。